え、ちょっと待って、もう来るんじゃない？やばい、ね、出して出して。どうも、ラメリーです。本日はですね、コラボです。ゲストの方が、なんとこの人です。どうぞ。どうも、はじめまして。皆さん、世界最強ロックバンドカメメです。よろしくお願いします。マジかー、カメメさん来たー。あー、やばすぎるでしょ。僕、100連勝の生放送を見てました。本当ですか？ありがとうございます。7000人っていやー、ちょっと僕も日和りましたね。7000人はさすがでも本当にね、今日はちょっと対戦を受けていただいてありがとうございます。いや、本当に対戦なんですかね？あ、対戦ですよ、もちろん。え、対戦以外に何かあります？この前、ワンちゃんはめてた気がしたんですけれども。なんて、あれ僕の動画見てる感じですか？あ、もう全部確認してるんで簡単にはめられると思ったら大間違いですよ。いや、これみんな、じゃあもうボコボコにするしかないよね。僕エボリューション2位なんで、元エボリューション2位なんで。よし、はい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 、驚かない。はい、はいはいはい、こういう感じですね。なるほどなるほど。そうですね、僕はもう広いステージでこうお待ちしておりますので。そこが終点なんですね。ここは終点ですねなるほど。ロッドハンドインパクター。ここは噂の玄関です。見てるな見てるな手が震えてますね。これはちょっとエボリューション決勝並みの手の震えがマジですよ。いきます。よしよしよし、これよしこれよしこれよっしゃー、これで一本取ったで、一本。まあよしよしよしタイミングですね、最初は。ここ。お、はい。早い、適応が早いぞ。そこは壁ジャンプをして、そこのとこに入らないとですね。へぇ。おぉあー、なるほどなるほど。これが下に行くっていう。一度ミスったところはね、もうミスんないと思う。早くないもん。ここ。よっしゃ。おーここは簡単だやべ、簡単だなって言ってる。えっあっ、もう何これ。壁キックとか普段やんないかよこれはあっいたまり完璧だったじゃないですか今。はい、はい、やべ、ちょっとこれ遅っ。ここギリギリ乗れない。すげえ、リカバリできてる。なんでこんな無限ループ無限ループ出して出してこれは一体どうなる。あ、行く。あおぉジャンプが出ない。もうじゃあ一回息抜きしますか。そうですね、ちょっと冷静になりますね。あっ僕の方にめっちゃ来てますね。あ、ちょっと待って、ゲノゲノゲノ。おっこういうポケモンバトルでちょっと一回楽しんでから。はい、よっしゃ、ルギア、いけ、いけルギア、いけルギア、いや、いや、いや、あはあ、ちょっと、あ、海洋が、これまずいんだ。海洋がいけ、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 よし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 、海洋がいけ、いけ、いけ、待って、まだ、はい、あ、エンテは確か上、あー、いや、巻き込まれるんかい広い、よしよし、いこ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 、帰れない帰れない。復帰措置がうまい。よし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 。ドラッグ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 。よし。え、これ勝てる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 ぞ。え？おいタルおいタル。ファイヤーファイヤー。待て待て、直接対決やばい、直接対決。よし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 、いけ、かようだ。今だ。よしエンテ。強い。このコンボはこのコンボは勝てる。よしよしよし。海洋が強い。ほい。あ。
イくん、スイくん、どこで、おこで。オーロラビーム走ってる。危ない。え、俺のゲノテクト。おい。どういう。さっきのゲノテクト何も役に立たなかった。あ、キルディオ来た、キルディオ来た。キルディオ。待って、何の連携、何の連携。え、キルディオ一発で落ちてくる。え、キルディオ上から降ってきた。お分かりいただけただろうか。虚空を見つめながら落ちていく伝説のポケモンの姿である。ちょっと待って、このキルディオやばくないですか。まあ、ラスト1機。もうこっからね、大逆転するかっこいいの、めっちゃダークライきましたね。あ、これちょっと待って、パルキャやばい、パルキャやばい。うぅ。なになに。ルギア弱。あ、あポケモン関係ねえ。ジャンプして。お、あ、むずいっすね、ここ。多分一番難しいんじゃないですかね、ここは。あ、もうダメだ。やばい。待って、帰って。帰って。お、すごい。やばい。なんだこれ。あ、まあ、次も行けますね。もう分かりました。うわ、はやっ！やばい、くる。え、ちょっと待って、もう来るんじゃない？やばいぞ、これは、やばいぞ。これ絶対入ったらダメ。走れ！おお、さあ、ここ、最後の段階、あー、来る！え、ちょっと待って、マジ最速なんだけど。え、ちょっと待って。これは、丁寧にやらないといつも通り。いや、そうなんですよね。これ実はもう最後のところに気持ちいっちゃうとできないんで。早い。確実に。いや、でももう来るんだよな。マジで来る。来る。あー、来る。やばい。マジ来る。オッケー。あー。あ、こんにちは。どうも、かわゆさん。あー、痛い。あれ。カイさん、どうも、はじめまして。痛い。ニート、タトバキです。やばい。全然抜けられないんだけど。痛い。あ、僕が守りますよ。あ、あれ？いや、ここ終点ですよ。あ、そこが終点ですもんね。あ、そうかそうか。じゃあ僕が行かないとダメだ。はい、これは、確か。うわー、マジかー。19回、めちゃめちゃこれは僕がボコボコにされましたわ。すごいっすよ。でもめちゃめちゃうまいっすよ、カメメさん。対応力は自信あるんで。どうでした？ちなみに初めてやったと思うんですけど。まあ普通によくできたステージだなと。なんか次どうなるんだっていうのは本当に楽しみではありましたね。マジ何回も死んじゃったんですけど。面白かったです、本当に。これ本当は50回こう死んだ方に対してこのリベンジの対価としていつもこう使った経緯とか、ロックマンなんで使い始めたんですかとかって聞いてたんですけど、まあちょっと今回ね、殺せなかったということで、まあリスナーの方でも聞きたい人がいると思うんで、ちょっと善意でね、ちょっとお聞かせいただければなと思いまして。なるほど、はい。ロックマンを使い始めた理由としては、はい、まあ、僕スマブラ X、 前作のスマブラ X からアイテムを使ったキャラが好き で、僕ワリオを使ってたんですけれども、そうするバイクのタイヤですね、はい、で今作もそのアイテムを重視してみて、そしたらロックマンとディディコングがいたんですけれども、まあ、ロックマンの方が使い方が豊富っていうのが、それでロックマンを選びました。あのすごいプレイがですね、カメメさんの生放送の方では見れます。100連勝、ね、ガチ部屋でしてて、その時にこう7000人が見てたっていうですね、もう奇跡の瞬間があるんですけど、まだまだ多分ガチ部屋やっていくかと思いますので、ぜひそちらの方も皆さんチェックしていただければなと思います。お願いします、はい、ぜひ。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。概要欄に Twitter とか歌を歌ってるチャンネルも貼っておきます。もちろんこのチャンネルもぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。